はじ、えー、めましてボング坊やというカープ坊やにボングというマリファノオス喫煙器具を持たせた可愛いキャラクターを作成して販売したりステッカーを配ったりしてフォロワーを増やしてました今では割と人気のキャラになったのですが球団に毎日クレームが来ていると訴えかけられています <laughs> SNS にデザインを載せるのもアウトと言われたのですが販売はせずステッカーを貼ったりして,してたら著作権侵害で逮捕される可能性もあるのでしょうかなんとか普及させたいのですがいい方法があればご教授願いたいですえっと諦めた方がいいですそれも早めに諦めた方がいいです あのまあ多分もともと著作権があるものにあの勝手に何かをつけてでその勝手にステッカーを配ったとしてもそれはその勝手に著作物を侵害したものを配ってるだけなのでかわいいし面白いんですけど違法行為ですと。で配って人気になればなるほど損害額がでかいっていうことになっちゃうのであの残念ながら早めにやめた方がいいと思います。もし続けけたいいいのであればカーっっぽいけど微妙に違うっていうて 著作権侵害に触れない形のキャラを作った方がいいんじゃないかなと思います。